こんにちは、永太郎です。今回は審査ダイバーである患者の携帯品を紹介します。さらにこの動画の最後では患者の衣装や携帯品のパックをお得に手に入れる方法を紹介しています。ついに日本版でも心理学者と患者がリリースされましたね。そして今回注目すべきなのはこちらの患者というキャラクターがショップによって販売が行われ、かけらでもエコーでも手に入れられるということです。そして UR 衣装、携帯品、アイコン、キャラクターがセット販売として 32% 引きでエコーで購入することができるんです。以前にもジョゼフやアンデッドなどがガチャではなくショップによる販売がされました。これらの UR 衣装は限定ではなく工場、つまりいつでも買えるものでした。しかし今回の患者の衣装は限定といって、今回買わない限り二度と手に入れられないというものになっています。なので今回は買うか買わないかを迷っている人のために、実際に使ってみないとどんなものかわからない携帯品を徹底的に紹介していこうと思います。罪の仮面。この携帯品は通常の衣装につけると左の腰の後ろにつきます。 UR 衣装につける場合は右の腰の前面につくようです。そして気になる効果は、各能力の使用時に赤いオーラがつくというものになっています。心理学者がいる際に使えるダッシュにも赤いオーラが追加されます。効果としては以上になります。この携帯品が必要かどうかは皆さんの判断に任せます。正直僕はそんなに。さあ、携帯品をもう紹介し終わってしまったので、パックを安く買う方法を紹介していきたいと思います。第五人格では通常キャラクター、衣装、携帯品は個別に購入することができ、エコーという課金アイテムやかけらというゲーム内アイテムと交換することでそれぞれ手に入れることができます。しかし今回のようにパック販売という販売がされることがあります。このような時はだいたい 32% 引きといった形で安く買うことができるのですが、何せこの購入は衣装も携帯品もキャラクターもセットですし、エコーでしか買うことができません。そのためあまり大きな課金はなぁと思い購入を諦めた方も多いでしょう。しかしこのパック購入には裏道があるんです。なんと衣装か携帯品どちらかをすでに持っている場合、持っていない方のアイテムが同じ割引率で入手することができるんです。つまり携帯品をかけらで購入すれば、パック販売は衣装とキャラクターが 32% 引きされた値段のエコーで購入することができるということです。今回は衣装と携帯品だけではなく、個別に購入することができないアイコンもセットにされているので、少しでも安く手に入れたい方はこの方法を試してみてください。まあ個人的には 12,888 かけらを頑張って貯めて衣装だけ交換することをお勧めします。以上で患者の携帯品の紹介を終了します。面白かったな、ためになったなと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また疑問、質問、感想等ありましたらコメント欄にお願いします。それでは皆さんのゲームライフに幸多からんことを。